ボーイング737の胴体航空機の胴体であり、航空機の本体部分で乗務員、旅客、または貨物を運ぶ。単一エンジンの航空機では通常エンジンも含まれるが、一部の水陸両用航空機では単一のエンジンが胴体に取り付けられたパイロンに取り付けられ、胴体が浮遊体として使用される。胴体は航空機の安定性と操縦性に必要な 揚力面と特定の関係で動力面と安定化面を配置する役割も果たす。パイパー PA-18 溶接管トラス動体構造このタイプの構造は溶接交換トラスを使用する多くの軽量航空機で現在も使用されている。ボックストラス動体構造は多くの場合合板で覆われた木で構築することもできる。シンプルなボックス構造は サポートされている軽量ストリンガーを追加することで丸みを帯びることができ、ファブリックカバーがより空力的な形状を形成したり、見た目を楽しませたりすることもできる。即地線機体動体構造が戦闘によって破壊される体験構造要素は、大戦換気及び第二次世界大戦にかけて空力形状を含む動体全体を形成するために、バーンズ・ウォリスによって 英国のビッカースのために使用された。このタイプの構造では、複数のフラットストリップストリンガーが、ホーマーの周りに互いに、反対の螺旋方向に巻かれ、バスケットのような外観を形成する。これは、軽く、強く、剛性があり、ほぼ完全に木でできているという利点があった。ビッカースウィックでは、他の構造タイプに必要な材料よりも少ない。 材料でアルミニウム合金を使用した同様の構造が使用された。体験構造は上調性も持ち合わせており、壊滅的な破損を伴わずに局所的な損傷に耐えることができる。構造を覆う布が空力シェルを完成させた。これの論理的な進化は、工術のモノコックタイプとなる複数のシートを、キメが異なる方向になるよう重ねられた、成型合板を使用して、 胴体を作成することである。セミモノコック構造のバンズやクラフト RV-7 この方法では、胴体の外面も一時構造になる。これの典型的な初期の形態は、成形合板を使用して構築された。合板の層は、プラグの上、または、型内に形成される。この構造の後の形式では、スキンとして、合板の代わりにポリエステル、または、 エポキシ樹脂を含振させた、ファイバーグラスクロスを使用する。一部のアマチュア製航空機で使用されている。この単純な形式では、コアとして、高質発泡プラスチックを使用し、ファイバーグラスで覆っている。これにより、金型を製造する必要がなくなるが、仕上げにさらに手間がかかる。より大きな成型後半航空機の例は、第二次世界大戦のデハビランドモスキート戦闘機。 成爆撃機である。合半とスキンの胴体は真のモノコックではない。これは補強要素が構造に組み込まれ薄いスキンを挫屈させる集中荷重を運ぶためである。ネガティブモールドを使用して成形されたファイバーグラスの使用は現代の多くのグライダーシリーズの生産で普及している。胴体構造への成形複合材の使用は ボーイング787ドリームライナーなどの大型旅客機にまで拡大されている。フレーム、ストリンガー、スキンがすべてアルミニウム製の断面胴体これは全アルミニウム製の胴体を構築するための好ましい方法である。まず、胴体の断面の形状をした一連のフレームが剛性のある固定具の所定の位置に保持される。これらのフレームは ストリンガーと呼ばれる軽量の縦方向の要素で結合される。これらはシートアルミニウムの外反で覆われ、リベット止め、または特殊な接着剤で接着される。次に、フィックス茶が分解され、完成した胴体シェルから取り外される。その後、配線、コントロール、およびシートや荷物箱などの内部機器が取り付けられる。最新の大型航空機のほとんどはこの技術を、 使用して製造されているが、この方法で製造されたいくつかの大きなセクションを使用し、それらを留め具で結合し完全な胴体を形成する。最終製品の精度は主に高価な固定具によって決定されるため、このフォームは多数の同一の航空機が製造される連続生産に適している。このタイプの初期の例には、 ダグラスエアクラフト DC-2 及び DC-3 民間航空機とボーイング B-17、17フライングフォートレスが含まれる。ほとんどの金属系飛行機はこのプロセスを使用して製造される。モノコックとセミモノコックはどちらも応力外飛行像と呼ばれる。これは外部荷重のすべてまたは一部が表面被覆によって受けられるためである。さらに、 内部余圧によるすべての負荷は外部スキンによって運ばれる。コンポーネント間の荷重の比率は製造に利用できるコンポーネントの寸法、強度、弾性、及び設計がセルフジキングを目的としているかどうかによって大きく左右される設計上の選択であり、位置合わせのための完全な固定具は必要ない。フィッシャー FP-202 コアラの木製の 布張り胴体内部構造初期の航空機は布で覆われた木製のフレームで構成されていた。太陽機が普及するにつれ金属フレームが強度を向上させ最終的にはすべての外面を金属で覆う全金属構造の航空機になった。これは1915年の後半に最初にユンカース J1 で開拓された。一部の最新の航空機は主要な操縦翼面、翼、 またはボーイング787などの胴体全体の複合材料で構成されている。787では、より高い加圧レベルとより大きな窓が乗客の快適さを実現し、軽量化を実現して運用コストを削減している。エアバス A320 のコックピットのフロントガラスは、350キロトンまでのバードストライクに耐える必要があり、価格強化ガラスでできている。それらは、 通常3枚の層で構成される。内側の2つはそれぞれ厚さ 8mm で構造的で厚さ約 3mm の外側の層には異物の損傷や摩耗に対するバリアであり多くの場合素水性のコーティングが施されている。キャビン内の曇りを防ぎ摂取50度から除氷する必要がある。これは以前は車の後部窓に似た細いワイヤーで行われていたが現在は 層の間に配置され、導電性で熱を伝達するナノメートルの厚さの透明な酸化インジウムム鈴のコーティングで実現されている。湾曲したガラスは空気力学を改善するが、視界基準にはより大きなパネルも必要である。コックピットのフロントガラスは、エアバス a 3 2二それぞれ 35kg の4から6枚のパネルで構成されている。その寿命の中で、 フロントガラスの市場は OEM とより高いマージンのアフターマーケットの間で均等に共有されている。キャビンウィンドウはガラス張りのアクリル樹脂ガラスよりもはるかに軽く複数のパネルで構成されている。外側のパネルは最大キャビン圧力の4倍をサポートするように構築され、内側のパネルは上調性を確保し、乗客の近くにスクラッチパネルがありる。 アクリルはひび割れやすい、細かい亀裂の網が表示されるが、光学的透明性を回復するために研磨することができる。コーティングされていないウィンドウの場合、通常2から3年ごとに除去と研磨が行われている。ノースロップ IB-49 全翼機やノースロップ B-2 スピリット爆撃機などの全翼機航空機には個別の胴体がありません。代わりに胴体は、 翼構造の厚みのある部分になる。逆に、独立した翼を持たないが、胴体を使用して、揚力を生成する、航空機の設計は、少数ある。例としては、アメリカ航空宇宙局の、実験的なリフティングボディデザインやボートの XF5、U-1 フライングフラップジャックなどがある。ブレンデッドウィングボディは、蒸気の混合とみなすことができる。それは、 胴体生成リフトで有用な負荷を運びます。現代の例は、ボーイング X-48。この設計アプローチを使用した最も初期の航空機の一つは、バーネリクビー -3 で、胴体は揚力を生み出すための欲型であった。AB アレックスダーバー、ホワットパッセンジャーキャビンウィンドウズウィルフューチャー、エアライナーズハブ、インサイド MRO、httpaviationweek.com。 MRO ホワットパッセンジャーキャビンウィンドウズイルフューチャーエアライナーズハブありがとうございます